長、フォルテです。シャキーン。本日は、愛の夢、どのくらい弾けるのか選手権。昨日、僕はちょっと1時間ほど愛の夢を練習しました。メンバーシップの方でもね、ちょっと練習してみたんですよ。で、まあ、1時間練習して、ここまで復活したっていう動画です。パツ撮りで愛の夢まだ皆さんに出したことなかったので、よかったらぜひ聞いていってください。あと、まあ、通せそうなところまで演奏してみます。で、僕、今月4月22日、東京でコンサートしますので、ぜひ皆さん来てください。ショパンのプログラムで、めっちゃ楽しいと思います。よろしくお願いします。概要欄、コメント欄をチェックしてください。それではまず、愛の夢やっていきましょうか。Thank you.
通しちゃいました。はい、こんな感じですね。僕が思ってたよりも普通に結構早めに復活してくれました。というわけでね、またね、オンラインコンサートとかでこの愛の夢とかをデビューさせていきたいなと思っているので、またその際にはね、皆さんよろしくお願いします。どうですか、ちょっとやっぱね、子供生まれてから少しはね、大人チックな愛の夢だったんではないでしょうか。ファツオリが来てから結構やっぱりその自分の中でもそのやりたい音楽が楽に表現できるようになってきたかなと思います。進んでいくこの進行の中でメロディーを今ちょっと出た。からまだ盛り上がらない。で、こっから幸せ。顔だけ幸せになった。また顔だけ幸せになった。やっぱ難しいところは結構こうやって細かに練習しました。こういう練習、細かにメトロノーム鳴らして練習しました。どう難しいかというと左手がね弾きにくい。駆け上がってこっから下り落ちる時にもうポロ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 なんか涙がこぼれるよね。ここでちゃんと盛り上がる。
もう一回。でもそのもう一回は少し変化が左手にある。っていうのをね、なんか自然と練習の時から、なんか1時間練習する時も、まあ、やっぱ冬目はもう終わって1回ちゃんと引き上げてる曲だから、もういきなりどの音楽をやりたいかなっていう練習をしてました。ずっと最近ピアノ弾いてたおかげか、なんか難しいところが意外と簡単に弾けるようになってました。ここも前よりも指がすごいきちんと動くようになってました。こうやって分けて練習しました、ちょっとね。てな感じですね。はい、練習はこのような感じでやっていきました。で、音を確認しながら練習していきました。このように、まあ結構細かく分けて1時間練習したらすごいね、1時間でまあすぐ戻りましたので、コンサートとかでねまた聴けるの楽しみにしておいてください。というわけでね、ファッツァリの愛の夢、一応今日通してみたんですけども、どんなでしたか？はい、というわけでね、4月22日のコンサートをぜひお越しください。というわけで皆さん、バイバイ！見てくれてありがとね。よければグッド押してて、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボー、マッチョ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 。